タンクトップタンクトップは袖なしで、かつ、襟ぐりが幅広または深く、また、合わせや襟のない上半身用下着、上着、または水着である。名前は、1920年代の男子用または女子競泳用水着である、タンクスーツの上部にデザインが似ていることからだと、言われている。上着としては、男性用、女性用のいずれも存在するが、下着としては、 通例女性用のものを指し、男性用のものはランニングシャツに分類されることがある。また、水着は女性用が多い。アメリカ合衆国では A シャツとも呼ばれ、イギリス、オーストラリアなどではシングレットと呼ばれる。イギリスで下着として着用するものはベスト、フィリピンではサンド、インドではバニアンと呼ばれる。女性用にはブラジャーと一体化したタンクトップがある。 ジュニアブラと一体化したタンクトップもあり、ブラジャーを着用しない代わりにブラトップを着用しても良い。スポーツブラと一体化したスポーツ用のブラトップもある。様々な種類のタンクトップは着と下着のタンクトップを着用する人はウターチョインナーとして保護、保温、吸汗性のある肌着に利用される。生地は、天軸、ストレッチ天軸、フライス、リブ、スムースなどを用いる。 ツーピースのトップとして使用される。ビキニ型のボトムと組み合わせたものはタンキニと呼ばれる。未記事としては伸縮性の高いものとして、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロンのツーウェイ、パワーネットなどが使用される。ありがとうございます。